はい、のみさん、こんにちは、もじゃ TV です。ということで、今回もウィニングルーム2017アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、来ました。スペシャルエージェントなんですけれども、なんと、ポルトガルナショナルチーム、22スターズ、バックスドローということで。すごいなぁ。もう、クリスティアーノ・ロナウド1点張り、右にメッシいますけど。はい、まあ、こちらはちょっとね、置いといて、うん、今回はですね、こちらの、ポルトガル、はい、代表の、まあ、ボックスドロー来てるんで、もう早速行きたい。でも見てください、22人しかいない。ちょっと待って、でも黒2だわ。イエスさ、あー黒2か。黒2っていうとだから結局クリスティアーノ・ロナウドとペペで、あとはジョアン・モーティーノとか何とかペレイラ・ウィリカン・カンマニョとか全部だからもう銀と金で黒が2つだけの、どう？もう結構コーナー厳しめの。でもまあ2回切れて5000円で、まあ5000円ちょっとでコンプができる。そうだね、10連勝だから本当にもうクリスチャン・ロナウドとっつりたい人みたいな感じの。うそうだね、ガチャだね。うん、持ってない人はこれで引くか、あとはその要はレベル上げたい人、ね、60万でもうとっつりたい人はもうこれやりなよみたいな感じで、うん、もうねぶん投げてきたから半端じゃないんだけど、まあ、いつも通りで、ね、10連勝と速攻終わっちゃうんで、さすがにちょっとつまんないんで。うん、そうだね、ここはっていうかなるべくなら10連する前に引きたいから。そう、クリスチャン、そしたらまたリセットできるからやっていきましょう。ということでね、まあ黒2体来たら終わりでいいんですけど、まあでもまあそこまあ銀か金だよな大体は。はっ、はい、さあどうなるか。まあまあまあ、まあ、銀だな、そりゃ銀だな。リカルド・クアレスマね、はいはい、リカルド・クアレスマ持ってるからな。まあ、一応能力ね、見ましょう。はい、ボールコントロールとかドリブルは非常に高い選手なので、ね、うん、クワレスも、うんうん、なるほど、まあ、悪くはないよね。コンディション安定度がちょっとっていうところかな。ライブアップでがね、来てほしいね。そう、ライブアップで来てほしいな。どっちにも導入されないからね。さあ2回目いきます。ペペもぶっちゃけ突入たいような。ああ、まあそうだね、言うて2個しかねえからな、マジでこれ、うん、厳しいよこれ。これ厳しいんだよ本当に。ジョゼフォンテ結構使えるよね。うん、フォンテ、はい、よいしょ。ただ新しくいる選手結構多いんで。そうだね、持ってない選手とかも多分いるから。タカコンディション安定度5、はい、フォンテトレナ、いや見送ろうか。見送る、わかんねえんだよな。はい、まあ、代表作れちゃうもんね。まあそうだね、ポルトガル代表代表みたいな。ほい、さあどうだ。いやー、まあ金だね。まあまあまあ、まあ、確率的にはもうね、はい、ルイ・パトリシオニュー GK ですね。 GK、はい、まあ、これね2018のウィニングイレブンの方でも、うん、あの来てたね。あ、来た。ルイ・パトリシオ結構いるよ。190、これ取っとくか。ポルトガル代表ガチャ作りてえもんな。そうだね、ロングソード、GK ロングソードキャプテンシー、うん、代表メンバー作りてぇしな、はい、さあ拡張ね、拡張いっぱいお金あるから作っといたらこれ、はい、よし、6万1000取られんだよ、5万キロ。あ、それすごいな。とんでもなくない？もうちょい、あー銀だな。やっぱクリスチャーノ来ないねこれは。いやーやっぱね、あ、ソアレス、これもニューですね。右サイドバック、そんな甘くねえよって言われてるかもしれない。確かにそれはある、そんな簡単に出すかいって、ね、22だからもしかしたらいいのかもしれないと思うけど、黒が2つはね、そう、単純に、あ、え、ニューだよ。いや、アンドラオメーダーいいんだよ。あ、なるほど。あそこの同じポジションで。なるほど、なるほど。まあ、11人いればね、代表メンバー。まあ、比較した結果ってことだよね。さあ、止まるか？いやー、うん、まあね。それでも、そんなに先に来ないから。ジョゼ・ナベスどうしようかな。ただ、ジョゼ・モンデとペペいるからもういらないんだよな。なるほど。あ、でも、まあまあ結構能力が銀の中で。銀の中高いね。高い。6だし。うん。アクロバティッククリアもあると。はい。まあ、6あるのは、優秀だよね、ほんと。そうだね、このゲームにおいて、うん、おい、そろそろ黒、今何回目？22だけど今16だから4、5回目 ?4、5回目ぐらい。あー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 エリルだ、取っとくか。センターフォワード、うん、188、こいつ決めてたな、ユーロ。
ユーロだっけ、はい、ポルトが優勝したもんね。さあシュート打ってたような記憶がある。アクロバティックシュート、ちょっとでウィニングイレブンだとアクロバティックシュートはあんまりいらない感じの、いらないところで発動しちゃうからね。そうだね、普通に打ってほしいときアクロバティックみたいな感じになっちゃうから。こい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 、あああ来た、もうこれでもう、えペペだ。あペペから出すかい。でもペペは本当に嬉しい。いやいい、そのとつるというか、うん、レベルを上げるためにやっぱペペ絶対欲しい。これさ能力値以上のものがあるんでペペは。そうだね、マジ強い。でもなんか今2018だとトルコだっけ、そうベジタクチシュだっけ、ね、もう行っちゃったからね、うん、どうなるのかそのペペも。まだ持ってないよね2018の方が。黒だったよでも。うん、どうなのかね、コンディションとかのあれが気になるね俺は。その要はあライブアップ出てペペ調子いいのかなっていうのがすごい気になる、ね。なるほどね、1個は来たの黒。やっぱクリスチャン・ロナウドはやっぱあれか、最後に最後にやっぱ、うん、やってる感じするね。ゲレーロ、ゲレーロ、うーん、ニューじゃないでしょこれ。うん、ドルトムントだもん、持ってます。トレーナーやな。はいはい、アクロバティッククリアはいいと思います。2018とかもね、パーンとアクロバティックにクリアして、ただ結構無理な体勢からでもクリアしてくれるのがいいね、うん、いやークリロナが奥にいるな。うん、まあ銀だな、クリロナ奥だよこれ。あそこのペペがクリロナでクリロナ先に引けてたらリセットだったんだけどね。うん、そう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 、この違いがあるね。うん、ジョアン・カンセロ、はい、下で3か、厳しいな。アンドラウメダに勝てないさあ、13あと1回か俺。そうだね、なるべくだったらね、10連だとまあやっぱり引き切っちゃうから、もう10連2回やっちゃったら。そう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 、あーゼロゼロじゃない、ゼロはーい、惜しい。あ、アングルシーは66なんだ、はい、めちゃめちゃ能力低いじゃん。2018どうなってんだろう、かなりすっごい上手いよね。うん、すごい上手い。アングルシーはって今ミランだよね、ミランミランだっけ、なんか強いチーム行ったけど、うん、まあこの時だとまだちょっとそんなにっていうところだね。どうしようかな、エデルいるしな。まあでもまだ残しようか。はいはい、どうぞ。クリロナ、いやーこれね、12分の1頑張れ。いや行くよ。いやこれ本当に10回以内で引いたら結構儲けもんだな。はい、来い。うん、まあ、金ジャンボティーヌ、これあれ入れててください。これトレーナーですかね。一応能力値見ましょう。71で、お真ん中、ね、身長が71、悪くないんだよね能力値としては。あ、うん、何が高い、スタミナ、ステミナか。あ、コンディションって8じゃん。イエスイエスイエス、それはすごいわ。オールインラブ、これとつる、とつるとつる、これいい選手だから結構、はい、普通にね、なんか多分ね、もう一年使ったら多分強いと思うよ。そうだな、ジョアン・モーチン、しかもとつっとくとやばいよな。クリロナ、クリロナ、ここの海の銀の海を越えた先にある、クリロナ、あー何かな、何がそろそろ来そうなの。ダニーロ・ペレイラ、エヌニューです。もう190だよ、あんまり相性良くないな。188あるよこれ、真ん中で。強い強い強い。グランドパスもまあまあ高くて、ビエンカルバーニが被るな。うん、5、okay. アンカーだね、プレースタイルは。もう一枠広げなくていいんだよ。まあ、またイベント来てるからな、GP もらえるっちゃもらえるけど。来い、頑張れ、ここでクルナ引け、ここでいたらすごいぞ。ここ長さ、何かな、長さ、何出た、トレーナー、え、持ってるってことだもんな。ちょっと100% だから早いよね。グランドドリブルが80、ちょっとでも能力がどうなのこれ、前より前の方が高かった。いや前の方が高いんだけど、まあレベル1だからね、30になったらそこそこ高くはなるかなっていう、うん、もう持ってるんでトレーナーですね。マンチェスターになる時好きだったな。はい、何はさあ9、頑張れロナウドの背番号9、前だねレアルだと。今も7だからね。あ、今7か。9ってイメージあるんだけど、なんでだ。え、ポルトガルだと何番？ 7 か。ポルトガルだ。あ、7か。あの、レアル加入時は7だ。9だった。はい。あ、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 ずれるんだ。お、ロペス。GTM いらねえな、カトリッシュいるし。
え、なんかスパサブ持ちの GK が出てこねえのかよ。そう、ね、うん、コンディションテール6で、うん、まあ、まあ、ジャンプが結構高い。どうした、こっからこっからアンさん。いやー、8頼むで。ここら辺に出してもこれすごい、これ1だったらさ全部いかない、ここゼロゼロゼロ、ずれてくれー。あ、レオスタンチェス、いいね、はい、すげえ若い。これなんかさ、年齢詐欺っていうとこ言われてたけどさ、実際どうなの。顔がちょっと老けてるからな。19じゃねえだろとか言って言われてたけどさ、失礼だよな。でもそれであれだったらボールコントロールとドリブル、まあまあって、いやー、バイルからグランダーパスはちょっと、うん、低いっていう感じ。レナス・サンチェスいいよね、決定力超低いなはい、レナス・サンチェス2000じゃねえ、どうなってんだろ。でも銀の中だってコンディションっていうのも7だぞ。ただバイルンでね、あんまり。これは加えてく、加えてく、加えてく。いやー、7だぞ、7、ここ出るだろう。クリスチャーの背番号、粋な計らい出してくれることだろう。ここだ。お、いやー、いやー、こねー、マラフォ全部引き切るぞ、これ。マラフォアな、マラフォな、これはいらないな。そうだな、キーパーで面白いやつだったら。コンディション程度7だ、意外と。はい、硬質ですね。でもね、枠を広げるためのお金にしたいね、うん、もう1個ぐらい広げられるな。頼む、来てくれ。クリロナ、早めのクリロナ、クリロナ、クリロナ、音が違うよ。クリロナ、ドン、クリロナ、ダンダン、いや、かっこいい、イケメンすぎんだよ。さあ、パオって感じ。いやー、クリスチャーノ最高だ、やっぱり。レベル1見して、レベル1見して。でさ、超強いもんね。バカ強い。だってまだ俺たちはさ、一回もとつってないクリスチャーノ・ロナウドを使っててもあんだけ強いって思うってことは、レベル上げてったらやべえよ。やば、フライパスだけ死ぬほど下手だな。69だよ、こいつの中で。失礼だね。なんでなんだろう。なんでフライパスっていうイメージがないのかな。知ってるよね。これ多分アプリのフォワードの中だとマジで一番強いかもしれない。そうだね、おそらく一番強い。ボールこねれて裏抜け入れてみたいな、でシュート半端ねえみたいな。ボールこねれるのせこいよな、クリスチャーノ。普通ボールはこねられないんだけどね。そうそう、あの、2018とかの PS4 のやつだとこねれない。アプリはこねれるんだよ。トレーナーに入れる、入れるでしょ、ね、当たり前でしょ。ただまあチーム力低いやつだったらね、そっちでまた使えるかなって。ああ、でもまあいいよ、まあ、まあまあいいよ、もうとつってく時代だよ。とつってくよね、もうね、もうトレーナーに、この選手は能力が高い選手。言わせてくるねー。いいですよ。いや、いいんじゃない?ということで。何個残しだ ?5。5残し。まあいいでしょう。誰が出なかった、います。ジョアン・マリオとイネン・カラバーニャね。うん。まあ別に。いや、全然いい。あの、ここはあの選手とか持ってるんで。うん、これ良かったんじゃないかな。いや、かなりね、あの、いいかなと思うんで。まあ一応おそらくうまくとか、まあ、5000円入れて10連2回やれば、まあ来るでしょ。まあ来る、まあ来るだろ。さすがに残り2でもう来なかったら、まあ相当運が悪いとしか言いようがないな。まあね、しかも10連で、ああの、運良かったら来るだけ来ちゃうしね。それ、そうだね、ちょっとまたリセットしてみたいな。そうそうそう、なんかあの、めんどくせえやって人は10連でいいと思う。そう、10連でいいと思うね。もうなんかガチ引くのめんどくせえなんで、でも楽しみたい人は1回、そう、もしかしたら本当に最初に来る可能性もあるから。そう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 、まあ、とつりたい人は本当に、うん、まあ、ペペとクリスチャーノめちゃめちゃとつれるといった感じのガチャだ ね、はい、ということで、まあ引いてきたわけなんですけど、まだまだいろいろね、ちょっとあのメールの方でいろいろなんかあの来てるんですよ、情報。はいはいはい、まあ、そちらの情報もなんか随時ね、あの、紹介していければなと思うんで。なるほど。で、あとね、前回のイベントのこのガチャ、はい、あ、はいはいはい、残ってるんですよ。ちゃんとブラックボールまで行ってますね。はい、あの、ちょっと厳しかったんですけど、はい、今週なんとかもう行ったんで、気合で、うん、なんで、アプリというか2018のウィニングレベルに出てたから、PSO のちょっと厳しいかなと思ったけど、まあしっかりとちゃんと言ってます。そう、行ったんで、はい、これはね、次の動画で、なるほど、引いていきたいなと思うんでね、そちらも何出るかね、楽しみにしていただければいいかなと思います。ということで、また次回でご一緒、さよなら、ボー。